はい、それではただいまより岐阜大学との感染症寄付講座の設置に関する協定締結式を行います。本日は国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学学長森脇久隆様、岐阜大学大学院医学系研究課長医学部長中島茂様、岐阜大学大学院医学系研究科生態管理医学講座救急災害医学分野教授小倉真嗣様にご出席いただいております。どうぞよろしくお願いいたします。本日の進行については、協定の締結、写真撮影、森脇学長および古田知事からの挨拶、質疑応答の順で進めさせていただきます。よろしくお願いいたします。それでは協定の締結に移らせていただきます。森脇学長と古田知事にはお手元の協定書に署名をしていただき、終わりましたら協定書を交換していただきます。署名をお願いいたします。ありがとうございました。それでは写真撮影に移らせていただきます。お手数ですが、皆様ご起立の上マスクを取っていただき、係員の指示により中央にお寄りください。それでは撮影をお願いします。はい、ありがとうございました。それでは皆様マスクをつけていただき、ご着席いただきますようお願いします。はい、それではここで岐阜大学森脇学長からご挨拶をいただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。岐阜大学長の森脇でございます。本日は岐阜県から岐阜大学に感染症寄付講座を設置してくださるという大変ありがたいお申し出をいただき、締結の運びとなりました。まず古田知事をはじめ岐阜県の皆様方、県民の皆様方にお礼申し上げたいと思います。ありがとうございます。実は岐阜県が岐阜大学の教育研究診療に大きなご注力をいただくというのは、これ他の都道府県に比べても大変手厚いものでございまして、出てくるときにちょっと数えてみたんですけれども、大規模なものとしてこれが8つ目になるというそういうカウントになります。医学系的に言いますと救急兵がございますし、それからものづくりの航空宇宙、それから食品科学、それから学校教育の点と非常にバラエティに富んだご支援をいただいております。本当にありがとうございます。
で、この感染症寄付講座の目的、お手元の資料にあるとおりでございますけれども、ちょっと違った観点から私なりの見方をご紹介しておきたいと思います。と申しますのは、私自身臨床医でございまして、専門は消化器病学と肝臓病学です。で、消化器というとご存知のところで言いますと、胃袋のピロリ菌がございますよね。胃炎とかがんの原因になる。それから肝臓病学で言いますと肝炎ウイルスがあります。これも肝炎、肝硬変、肝臓がんの原因になります。でもちろん そこは先行しているからよく勉強しているわけですけれども、これ確かに感染症なんですけれども、そこを勉強したからといってこれ感染症学の勉強をしたということにはならないわけですよね。で、今回の感染症学講座というのは、まあ、臓器別の今言ったようなものが縦串方向だといたしますと、全体を横串を通して臓器を超えて勉強していただく、また研究をしていただくという、そのあたりのことが特徴になってくるのではないかと思います。すなわち臓器別の学問ではなくて、全身を見る、当面はもちろんコロナが対象になりますけれども、全身を見るというふうなことをやっていただくというふうな期待をしたいところでございます。そこで、それの延長になりますと、当然全身ですから人間全体を見る、全人的に見る、社会を見る、集団を見るということになってまいりますし、社会を見るという点からいきますと、お手元の資料にも書いてありますように、集団としての感染制御とか、あるいは社会全体としての感染災害といった、そのあたりまで視野に入ってくるということで、これが多分県と県民が期待していらっしゃる、くださっているところではないかというふうに考えております。そのあたりの視野も含めて、もちろん目の前にあるコロナはもちろんでございますけれども、より広い意味での感染症、学問としての感染症、人材育成、さらに研究を推進してまいりたいと思いますので、今後ともどうぞ大将公所からのご意見を頂戴できるようにお願いをして、簡単ですけれども学長としてのお礼とさせていただきます。どうもありがとうございます。ありがとうございました。続きまして古田知事からご挨拶申し上げます。皆さんこんにちは。改めまして私の方からも今回の協定につきまして森脇学長はじめ、中島医学部長、そしてまた小倉教授はじめ多くの先生方にご尽力いただきまして誠にありがとうございました。まあ、今森脇学長からお話がございましたように、まあここ何年かの間に本当に多彩な分野で岐阜大学とのこのコラボが進んできておりますが、また一つその岐阜大学と岐阜県との間に新しいページが開かれたと、協力のページが開かれたと、そんな思いでおるわけでございます。資料にある通りでありますけれども、やはりこの今回の新型コロナ対策、私どもはオール岐阜で取り組むということと合わせて専門知を大切にしていくと、専門知にのっとって判断をしていこうということを心がけてまいったわけでありますが、その専門知ということについて、いろんな先生方からもお話を聞きつけても、やはりこの感染症の分野についてやはり人材が足りないんではないかと、あるいはこの感染症というものに対する知識が十分広まっていないんではないかと、さらにはその全体という話が今ございましたけれども、この感染症に立ち向かう体制が十分できていないんではないかとか、さらにはこの感染症についての学術研究といいますか、こういったことをもっともっと深めるべきではないかとか、いろんな課題が今回の新型コロナウイルス対策を専門家の先生方とご議論する中で出てきたわけでありまして、ぜひまだポストコロナといいますか、新しい感染症との戦い、人類との戦いはこれからも続くわけでありますので、ぜひ岐阜大学とそれから行政が一緒になってこうした寄付講座を作って前へ進んでいこうではないかと、こういう話で、トントン拍子に進みまして、今日に至ったと、いうことでございます。岐阜県はこの感染症の関係の専門家が全国平均に比べてもまだまだ少ないという実態もございますし、大いにそういう意味でこの協定に基づいてしっかりとした体制を作っていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは記者の皆様からこの協定に関するご質問をお受けいたします。幹事社中日新聞さん、お願いいたします。
中日新聞の安久です。よろしくお願いいたします。知事と森脇学長それぞれにお尋ねしたいと思います。まず知事にですけれども、県から言うとですね、やっぱり教育という面からですと、ある程度長期的な視点から見た分かなと思うんですが、その行政側としてのメリットですね、改めて教えていただければと思います。それから森脇学長にもその大学側としての考えられるメリットと、あともう一つは現在のやっぱりそのコロナにその対応する医療従事者の方、今現場でやっておられる方で非常にマインドが高いと思うんですけれども、今後そのなり手の方ですね、その医学生なんかのそのマインドっていうんでしょうか、こういう分野に入ってくるマインドっていうのは今どういう状況になっているのかについても教えてください。メリットという言葉がですね、この取り組みについてふさわしいかどうかよく分かりませんが、要は今申し上げましたように、この新型コロナ対策を突き詰めていく中で、そしてまた将来新たな感染症の問題が必ずや生まれてくると、そういった中で、人材、知識、体制、あるいは学術研究、いろんな面でまだまだ岐阜県としては遅れを取っておりました。専門知を大切にするという観点からもですね、ぜひレベルを高めて、そして将来、現在の課題、そして将来にも備えていきたいということで、これはもう喫緊の行政として、この大学といいますかね、アカデミアと組んで取り組むべき課題だと、こういう認識でおるわけでありまして、そのことについて、スムーズに共通の考えに立って協定ができたということでございますから、大変ありがたいというふうに思っております。でとりあえず協定上は3年間というふうに書いてありますけれども、3年目処にまずどこまでやれるかやってみると、その上でまたその後についても考えようということでありますので、決してこの短期的な取り組みというふうには考えておりませんで、しっかりと骨太な取り組みをしていかなきゃいけないというふうに思っております。はい、それでは大学教育の方から答えさせていただきます。ここ5から10年間の教育の趨勢として、医学についてはやはり臓器別の教育、それから学会そのものも臓器別の専門医を認定していくという、そういう流れが非常に強い潮流でございました。でそれはそれでいいんですけれども、タコツボとは言いませんけれども、さっき言ったように縦割り性の方が非常にニュアンスが強いわけですよね。で今回のようなコロナ禍、あるいは他のものでもいいんですけれども、直面した場合にはやはり予告し方向に広い知見を持ったそういう医師、看護師、薬剤師、その他医療従事者を育てておく必要が大変強くなってきているわけでございます。今回やっと気づかされたという点がちょっとじくじたる点もあるんですけれども、そこをこの感染症寄付講座によって、遂行していくという点が、医学教育という点からいって大変大きなところになってくるかと思います。それから、特に若手の医師に言えることなんですけれども、モチベーションは大変疲れていることはその通りなんですけれども、モチベーションは高くなってきていると思います。というのは、こういうことを目の前に経験したことはこれまでないわけですよね。でそれに立ち向かっていくという点では大変ファイトを沸かせてくれるという点で、今申し上げたような状況になってきているというふうに言えるかと思います。はい、それでは各社さんお願いします。その他よろしいでしょうか。岐阜新聞さん。すいません、岐阜新聞の根尾と申します。ここに何点かなんかチョボで書いてあるんですけれども、この講座を設置することによって、感染症対策に、生かしていくというか、感染症対策にどういうところがこの講座を設置することによって、政策とかに出てくるのかというところを古田知事にお伺いしたいと思います。はい、はい、先ほどの繰り返しになるかもしれませんが、まず何といってもこの専門的人材が欠けておるわけで、具体的な数字申し上げますと、この感染症に関する専門知識を有する感染症専門医と、こ
これは日本感染症学会の認定する専門医ということでありますけれども、県内は17名と、人口10万人あたりに換算しますと 0.859 人と、これは全国平均が 1.285 人ということで、全国47都道府県中36位ということでございますから、まず人材が不足していると、こういう問題に取り組む人材が不足していると。したがってこれをまずはできるだけ早く全国平均以上に持ってきたいというのが一つ行政の課題としてありますし、それからあれですね、まさに私ども専門家会合をやりですね、いろいろご意見いただいてますが、そこに多様なご意見をいただいたり、あるいはそこで決めたことをですね、現場でチェックをし実施していくということについて、全県的なネットワークの中でですね、システマチックに動けるように、そういう人材が県内、現場に各地におられてですね、一斉に取り組んでいくというような、そういうようなこうオール岐阜の体制づくりをさらにですね、強化していくということも私どもにとりましては今非常に急がれる課題だというふうに思っております。はい、そんな他よろしいでしょうか。毎日新聞さん。すいません、毎日新聞の黒詰めです。そもそもの確認なんですが、これ県が毎年度3500万円を岐阜大学に寄付して、で講座をやってもらう、そういうことでよろしいですか。ええ、その通りです。で、これまでも岐阜大学の医学部では感染症について学ぶ講座はあると思うんですけれども、既存の講座とはどう違うんですか。ごめんなさい、臨床医学と基礎医学というふうに分けて申し上げます。さっき申し上げましたように、臨床医学ですと消化器病学とか肝臓病学、それから呼吸器学、それから尿路、それから産婦人科系、それぞれ臓器別に感染症というものは担当しております。これが現状ですよね。それから基礎医学の方で申し上げますと、これ病原体別なんですよね。例えば細菌である、ウイルスである、あるいは寄生虫であるというふうな研究ないし講座領域というもので教育してきたわけです。で、これ縦割りの方向の教育でございますので、横方向に全体として感染症として取り扱うという構造はもちろん複合講義とは行いますけれども、講座としては存在をしていませんでした。でそこが非常に強くなるという、そこを一番に何というかなメリットというふうに感じております。ちょっとこれまではその臓器別でその臓器ごと の感染症感染ウイルスなりの病気を学んでいたけれども、全身をその相場の的に見るっていうことですか。はい、そういうことです。わかりました。で具体的に講座はいつから始まるんですか。すいません、8月1日スタート。はい、8月1日に第1回目の講座がある。日曜日なんですけどね、一応制度上は8月1日スタートという、そういうふうになっております。わかりました。でどれぐらいの頻度で授業は講義はあるんでしょうか。医学教育というのは前期後期制になっていて、半期4ヶ月間で15回の学生に対する講義が行われるのが基本でございます。ただ講座の活動というのはそれだけではなくて、研究とかあるいはフィールド調査だとかあるいは講義の準備だとか、そういうものがありますので毎日活動はしておりますけれども、学生を対象にした講義というのはそのぐらいの頻度で行われるものだと思います。実際に受講する学年は何年生でしょうか。じゃあ私の方から、そのポツの一番目にある岐阜大学の医学生等に対する講義および臨床実習というのが一丁目一番地にございます。この臨床実習というのが当面の主な活躍の場で、臨床実習を行っている4年生5年生に対して毎週1回カンファレンスを用いて、現場から実践教育を行うというのがまず第一の講義というんでしょうか、場でございます。その後にカリキュラムの中に
何らかの形で学生教育の中に入れていくということになります。その4、5年生が実際にその岐阜大学附属病院で学ぶってことですか？学んでいます。その中に感染症のノウハウをさらに強く入れ込むというふうにお考えください。わかりました。はい、ありがとうございます。はい、その他よろしいでしょうか？よろしいですか？はい、NHK さん。すみません、NHK の脇山と申します。専門医の数を、全国平均以上に守っていきたいということですけれども、具体的に令和6年度末までに何人の専門医を育成したいとか、そういった目標はあれば教えていただければと思います。まだその具体的になんか数字的に今年来年再来年ということではなしに、まず当面この講座設置の目標としてそういう考えで臨むということを申し上げた次第でありますけど、当面3年間で一つの塊としてこの講座をやってまいりますので、この3年間でどれだけのことができるかということもまず見届けながら、具体的な数字についてはまた折を見て申し上げたいと思います。はい、その他よろしいでしょうか？はい、それでは以上をもちまして協定締結式を終了いたします。ありがとうございました。どうも